皆さんこんにちは。今日は2020年度版人務統制2でございます。今日の回2ですけども、まだ人務統制に行かないことになります。で、今日はですね、この前1でお話ししましたように、神武天皇は、父の、宇賀や吹合津の御事とともに、菊池山賀を出まして、北伐をいたします。そして筑紫の、高千穂宮に入ったというところまでをこの前ストーリーを追いかけました。それに関係しまして、私がずっと取り組んできたテーマの中で、実はこの宇賀や吹合津の御事が大阪の大室屋を攻め滅ぼしたという、そういう通説の考え方とは全く違ったものを言っております。で、今日は、それをですね、文献的にもっと詳しく、尋ねてみたいと思います。神武統制は3のところからやっと統制に入ることになります。もうしばらくお付き合いください。さあ、それでは、今日はもう一つの通説としまして、神武天皇御一代記御絵巻、橿原神宮に、展示されております、絵を、ざっと紹介いたします。まず1、神武天皇高千穂宮に御降誕。これは日本史は書いてありません。高千穂宮で生まれたとはどこも書いてございません。この前1で述べた通りです。熊本県の奥の方です。で、これが神武天皇高千穂宮における統制御前会議、こういうふうにどっかの画家さんが描かれております。で、宝泉三密御回覧、早水の都に至るという、一応日本書紀古事記に基づいて創造されて書いてあります。で、これが古事記における統制ルート、前回出しましたね。で、橿原神宮の御絵巻はこの三密を出た後、この途中はほとんど省きまして、もういきなり早水の都でしたね。もうあとは従って通説通り大和近畿の中での戦いということになっております。それが現在の通説の神武統制でございます。橿原神宮の絵巻もそれとは変わりません。続きます。4、草江坂の激戦、草江の坂の激戦ですね。それから、これは前も出しました、通説の神武統制の中に出てくる草江坂で、今の大阪府草江村というところに当ててございます。で、さらに、最初の戦いで敗れましたので、ぐるっと紀伊半島を回って熊野灘を通っていきますね。そこで熊野灘で嵐にあったということが、日本書に書かれてありますので、熊野灘の御祈難というような絵が描かれてございます。で、やっと上陸を果たしまして、今度は高倉寺が普通の御霊の剣を立て祭り、祈難を張ろうという、これも、古事記などに出てまいります。ここに高間ヶ原から下ってきておりますね。で、これは、私がもう何度も述べてきてありますが、向こうで八田ガラス先導賜るで、この絵巻の八田ガラスは、背中に翼が生えたという格好で、一応、人間の格好をしておりますので、こちらの方が私のイメージには近いと思います。で、それから未知の海の御事、これも八田ガラス一族の一人だと思いますが、大久米の御事、これ菊池から出てきましたね。御事の利を奉じてエウカシを中枢、これも通説側で、向こうの近畿大和の国のお話になっておりますが、私はこれを、福岡県川崎町の出来事だと言うとおります。はい。さあ、それから吉野御春光と土豪の基準ということで、これも奈良県の吉野ということになっておりますが、これも後に出てまいりますように、私はこれを大分県の、吉野ということにしてあります。山国町ですね。はい。それから丹生の川上朝原の祭りということで、これは
これからまた出してまいりますが、これもひょっとしたら、福岡県川崎町の出来事で、橿原神宮に飾ってあるこの絵のように奈良県側ではないと思われます。それから国見ヶ丘の戦い、これはもちろんどことははっきり否定されてないんですが、現在の奈良県大和の国のどこかだろうということになっております。私はこれを福岡県赤村の岩石山に指定してあります。それから大阪の大室に八十猛を舞い打つという、これは前回やりましたし、今回も詳しく述べてまいるところでございます。これも奈良県ではなくて、私はこれを佐賀県の吉野ヶ里、大阪の大室屋というのに当て直しました。それから、これはもう決戦に近くなりますね。富の随行、戦前は金糸勲章の名で名高い金糸、金の富が現れて神武天皇軍を助けたという故事でございますね。これももちろん、通説橿原神宮さんの側でも、当然のことながら奈良県のどこかということになります。で、最終的にはにぎはやひの御事が長すね尾行を中して基準しましたよと。で、これも通説ですね。橿原神宮さんがもうその一番代表的な例だと思います。そして、この最終的に敵を滅ぼしたところでテントと宮殿造営ということになりますね。はい、これが橿原宮になっていきます。で、その、橿原宮の近くで、立皇后と、たたらいすず姫ですね、を聖妃に迎えるという話が日本書紀に残っております。そしてその橿原宮で先ほど建設したお宮で、御即位を遊ばしたということで御即位礼ですね。はい。そして、敵を随分と、殺戮しましたので、富の山中の祭りの庭で、その滅ぼした敵の御霊を祀ったということも日本書紀に書いてございます。で、橿原神宮の神武天皇御一代記、絵巻はですね、その最後、もちろん天皇崩御に至りますね。で、そういった上で、神武天皇の御一代記ということで、神武天皇がなさった業績をこの言葉で代表させておりますね。八光一湯、戦前よく使われました。太平洋戦争中、大日本帝国が何と言いますかね、大東亜共栄圏を作るためにということで、八光を置いて家となさんという、東アジアを全部統一して、そして天皇のもとに、ここに五族共和の国を作っていこうというのが戦前のスローガンでした。それを神武天皇がお始めになったんだということで、橿原神宮の絵巻はこの二重をもって終わっております。さあ、今日ここからいよいよ神武統制2でございますが、お話は今日もまたここですね。高千穂宮にご降誕という、これははっきり申し上げて橿原神宮さんが、お作りになりました。これ創作です。日本書紀はどこにも書いてございません。さあ、そこで、また位置に戻るようですが、神武の出生地、これはこの前出したところですが、ここに書いてありますように、神山と岩彦のすめら御子と意味名は彦ほほでみですね。彦の伏せは宇賀や吹き合図の御子との第四子だと。母は玉より姫で、そのまんま行きまして、すぐ15歳ですね、15歳で大使となる。ここの都市15というのをここで覚えておいてくださいね。これが一番今日の今回の最後まで響きます。都市15歳です。で、長じて、阿比良姫をめとりて妃となし多義神美の御事を産む。後に統制を手助けした王子の名前が多義神美の御事でした。それで、通説と違いまして、神武の出生地は高千穂宮なんかじゃありませんよと、熊本県のここですね、大和町利夫、この辺りでお生まれになったんじゃないかということを地元の伝承から抜き出してございます。
今、神社さんが、ここを、神武天皇塚として、お祭りをなさっております。平立神宮ですかね。で、前回出しましたようにこれが一番今回大事ですが、今回も大事ですが、ヒムキから、これは山鹿のヒムキでございますね。ヒムキから筑紫に出ましたよ。で、これが吉田昭一さんがよく取り上げます免田式土器がこういうふうに筑紫の方に広がってますよと。で、これをこの地図を見た時にここに吉野ヶ里があって、吉野ヶ里にはこの免田式土器が広がってないわけです。ここに、随分前から、着目をしておりました。さあ、これが、普通の通説で、もう奈良県大和に入った段階で大阪の大室でしたね。八十武を舞い打つでした。ところがこれに対して私は、いや違うよと、大阪のお本室やと、吉野ヶ里ですよと、吉野ヶ里での戦い、つまり神武のお父さんであるところの宇賀や吹会津の命が、この吉野ヶ里の、ところを攻撃しまして、これを落とした時の話が神武天皇記の中にありますよと、この歌の中にありますよと。これを前回申し上げましたね。もう一回歌読んでおきましょう。大阪の大室屋に人沢に入り降りとも、人沢に木入り降りとも、みつみつし久米の子らが、これ菊池の久米でもいいんですね、久米八幡宮の久米でいいんです。久米の子らが、くぶつつい石つつい持ち打ちてし山、まあ、吉野ヶ里を総攻撃してついにこれを滅ぼしたという、その時の歌が、神武天皇のここ、母後年ですね。実際に計算しますとこれは118年ではないかということを前回申し上げたわけですね。で、さらにこれは、私がかなり前から出しておりますが、ここに犬国のことが書いてあります。にぎはや日の降臨後の犬国という国の話が書いてありますね。そしてここですね、583年、大阪の大室や吉野ヶ里遺跡陥落と。で、ここに宇賀や吹会津の命の佐賀平野攻略戦ということをですね、かなり前から言っております。で、今回ちょっと加えましたけども、570年、岩出彦誕生、後の神武である、そして584年、ここと1年ずれるんですがね、岩出彦年15、先ほどありましたね、年15で大使におなりになったとありました。この年15がですね、やっぱり最後まで響きます。今回の、着目点でございます。さあ、これをもう一回深く掘り下げたいと思います。今日は正直申し上げまして、火の国あるいは筑後の歴史という古代史ということになります。さあ、この神武統制前史ということで、初期福永説の補い補いということで、ここに景行天皇記の12月、水の富の、事件を取り上げてありますね。で、ここに厚賀屋とか酒屋とか、それからここに熊曽八十武とか、出てまいりますね。それから市深屋とか市賀屋とかいう、で、女性が出てまいりますね。この市深屋が天皇に籠絡されまして、お父ちゃんの、この熊曽八十武を撃ってしまうという、まあ、とんでもない親不孝の話がここには実は書いてあるんですね。そして、天皇は、その市深やお姉ちゃんの方が自分の親父を殺す手引きをしたということで、これを逆に殺しちゃいますね、今度は。で、妹の、市深やの方は火の国蔵に保おうということが景行天皇記書いてあります。これがどうも不思議なんでありますね。もうこれにもう20年ぐらい前からずっと気づいておりました。今日はゆっくりやります。これ訳文です。